红。<noise> 今回はですね、大阪市旭区の京阪仙林駅から徒歩4分の場所にある激安賃貸アパートを紹介いたします。家賃が1万8000円でこれね、家賃だけ1万8000やったらめっちゃいいんですけど、そこに管理費が7000円つきますから、合わせて2万5000円で借りることができる物件でして、えー、もちろん敷金、礼金とかそういうめんどくさいもんはないゼロゼロ物件となっております。ほんでこれね 京阪の千林駅なんですけど、これね、出口、これは、えー、と西側かな、西側の出口しかないんですね、反対側に出口はないんですよ、ほんでね、えー、と出口出たすぐの場所には、ですねこの有名な千林商店街とここ。 ってところが、駅直結であって、でね、駅出たすぐのところにこの OS ドラッグってなかなかと、えっ、ー、と、薬屋さん眺めてますけど、ここね、実はですね、あの有名な、えっ、ー、と、主婦のお店ダイエーですね、1975年に、まあ、日本で初めてアメリカの真似をして、そのスーパーマーケット形式のお店を出したという、あのね、 大英一号店が、あ今はあの OS ドラッグっていう薬屋さんになってますけど、あったりするというね。まあ結構有名な場所ですよね。この千林商店街っていうところは。ほんでね、えっ、ー、と、さっきも言いましたけど、西口しかないですから、高架を通って東側に出てきたわけなんですけど、こんな感じですね。駅前やけど、あの、さっきちょこっと見えてましたけど、あの、高架の下のところに勝手に靴並べて商売してたりして、なかなかにね、あの、昭和の、えっ、ー、とふ、あの、雰囲気のある場所やないですかここね。 駅前やのに、大山ビルっていうこれビルなんですけど、なんかしなんけとシャッター閉まっとるやないですか。そこそこね、あ、にぎやかなところやのに、あの駅前やのに、えっと、シャッター閉めててもったいないな。これ元は何の、えっ、ー、と、ビルやってんやろうと思って調べてみたらですね、ここね、元はパチンコ屋さんなんですって、この大山ビルってとこね。そうなんですけど、2020年の1月に閉店したパチンコ屋さんで、ほんでね、このパチンコ屋さんの名前がですね、なかなか古っててですね、えーとですね、元々ここね、 名前はニューコロナ千林っていうお店やったらしいんですよ、ニューコロナね。だから、あの、2019年のえと冬頃になんか中国でややこしい病気が流行ってるでって、そこからコロナコロナって言い出したじゃないですか。でもそのコロナコロナ言い出した、えー、次の年の2020年の1月にさっさとね、店を閉めてしまったというね、もうだからあれやないですか。その間、パチンコ屋さんでコロナの間はなかなか叩かれてましたけど、そういう事態になる前にね、さっさと身を引いたというね、賢い判断。 ややってんやないだろうかとか、そんな話はどこでもよくてですね、まあ歩いて4分です、歩いて4分、まあ住宅街と個人商店が混在しているような街並みなんですけど、そこを4分ほど歩いていきますと、この1階部分ね、えー、これ美容室みたいなんですけど、そこのね、えー、と、上、2階部分に今回の物件あるわけなんですけど、こんな感じなんですよ。えーとですね、バルコニーがくの字型で広くてですね、えー、よく見りゃ分かりますけど、バルコニーのところね、洗濯機を置いてくださいねっていうスペースが設けられて ていますから。 つまり今回の物件はですね、風呂とトイレも、まあユニットバス形式ですけど、ちゃんとついてますし、ほんで洗濯機置き場も、えー、外ですけどね、室外ですけど、ちゃんと確保していますよというね、なかなかに間取りがいい感じの物件でして、ほんでね、大体いいね、これ、築39年と書かれてるんですけど、まあだから外観はちょっと古びた感じはしますけど、中はね、ちゃんとリフォームしてくれてるみたいですごい綺麗ですけど、このエアコン ちょっと年代もの感はありますよねエアコンはちょっと年代物感はありますけどね。でね、えー、今回の物件、さっきも言いました通り、2階部分ですから、えっ、ー、とですねエレベー、この建物、エレベーターついてないですけど、まあでも2階やから、そんなにね、登るのがしんどいってわけでもないでしょうし、あとね、屋根付きの駐輪場がありますからね、えー、この辺り、ほんま、 えっと、大阪平野ですから当然ですけど、えっとですね、平坦な場所ですから自転車があればですね、自動に、非,非常に便利でしょうからね。えっと、ほいでですね、まあ今回の物件ね、何よりもね、特徴がですね、このね、駅から4分ってことは、仙林の商店街にも4分でアクセスすることができますよというわけでして、結構有名な商店街ですから、シャッターが閉まってる店も、ほら、ほんのちょっとだけありますけど、それもね、あの、入れ替えで閉まってる だけみたいな雰囲気のところで全然衰退してないです。非常に賑やかな商店街にアクセスすることができます。本当に個人商店もあればですね、えー、あ、これなんてね。なかなか味のある <laughs> えっとですね。 お店ですけど、まあ、こういうね、味のある個人商店もあればですね、ドトールコーヒーとかね、えっ、ー、と、ジャンボ何やったっけ、たこ焼き酒場とか、あ吉野屋とかね、そういうチェーン店系のお店もありましてですね、えー、一人暮らしの人間にとってはですね、非常に便利な場所に、やや便利なね、えーと、商店街となっておりますよ、ね。ほんでね、ここね、えーと、ソフトクリームって書かれてるやないですソフトクリーム、角屋って書いてあって、まあ、私ね、別に、あの、何の変哲もないね、ソフトクリーム屋さんがあるなと 思って見てたんですけど、ほんならね、その店、入れ替わり、立ち替わり、お客さんが来てるからあ、なんかこれ有名な店なんかなと思って、ほんでね、あのソフトクリームを買って食べたんで、あ、美味しかったですし、安かったですね、200何本やったら、100何本やったかね、なんか知らんけど、安かったですわ、ボリュームの割に。ちょっとね、有名な角屋さんっていうソフトクリーム屋さんもあったりしてというかですね、ほんでね、えっ、ー、と、なんやったっけな、このね、 商店街をちょっと抜けたところに、えっ、ー、とですね、さっき見えてましたけど、パチンコ123っていうのがあるわけなんですけど、このね、パチンコ屋さん、ああ、123あるわと思って近づいてみたら、なんかね、店の作りが、まあ大体ね、パチンコ屋さんって、あの、店の作りというか、レイアウトはほとんど同じじゃないですか。そううこ,こ,こはなんか、えっ、ー、と、普通のパチンコ屋さんと店のレイアウトが違うなと思って調べてみたら、あそこも、えっ、ー、とですね、ダイエなんですね。まあだから、あの、ダイエ1号店、あの、駅出てすぐのダイエ1号店、 高天っていうのはまあ、敷地面積が狭いやないですかまあ、だから大英発祥の地にえっ、ー、とあんなちっこいのはちょっとふさわしくないやろうというわけでしてあのねえっ、ー、と パチンコ屋になるぐらいのでかい敷地の大英もね、えー、と、昔はあったらしいんですけど、これ2005年あたりに、ええー、とですね、パチンコ屋さんになったみたいですね。<laughs> まあだから、えー、と、一世を風靡したね、大英グループもですね、まあ衰退してしまって、まあ今はね、あの大英という野王はありますけど、一応、えー、と、イオングループの参加になってますからね。でね、えー、と、イオングループの参加にもならずにですね、頑張ってるのがね、大阪で頑張ってるのがこのタマでですね、タマでも、ええー、とですね、タマではね、駅1か から出てね。1分か2分ぐらいの場所にありますから、なかなか便利ですよね。ほんで王将もね。多摩での近所には王将もありますせ。ぜっていうわけでして、なかなかご機嫌というかですね。ちょっと出とったと思うんですけど、あの？ えっと、ピカピカのマンションあったじゃないですか。あ、これね、これ、これ、これ。えっ、ー、とですね。えっ、ー、と、これはですね、うん、何やったっけな。ライオンズマンションね。ライオンズマンション、千林みたいなところがね、今ね、もうこれ出来たてほやほやのマンションみたいなんですけど、えっ、ー、とですね、だからね、ほんまにあの、 これ何歩くらいするのかなと思って調べてみてもまだ値段ついてないんですね。2023年10月頃から、えっ、ー、と、募集を開始しますって書かれてただけで、えー、値段はまだ決まってないみたいなんですけど、だからそうなわけなんですけど、ね、これね、ずっと見てもらってた分わかります通り、お店といい、あのー、建ってるね、あのー、住宅といい、えっ、ー、と、マンションといい、えっ、ー、とですね、どっちかといえば古い建物が多いなっていうような地域やないですか、この辺は。ところがね、えー、やっぱりね、こういう でもねあの新しいああいう立派なライオンズマンションなんかも建ってたりしてというかやっぱりねあの大阪市内の中心部ね大阪市内の中心部にあのマンションとか建てたいなと不動産屋は今思ってはるらしいんですけど何せね空きの土地がないわけですよ土地が空いてたらねもうお金に糸目をつけず買ってね、えー、とマンション建てたいんですけど空きの土地がもうなくなってしまってるってんでほんだらね、えー、と大阪の中心地からちょびっとは離れてもですね えっと大きな土地があったらですねぜひそこを買って新しいマンション建てたいみたいなそういう風潮になっとるみたいでしてだからこの旭区っていうのもですね、まあ、残念ながらどちらかというとね人口はだんだん減っていってる方の地域ではあるんですけど最近はねそのね人口の減りがちょっとマイルドになってきましたそれというのもですね新しいマンションとかを建てて、えー、とこの辺りもね新たに開発しましょうみたいな機運が出てきてるらしいからあこういうことになってるんだよみたいなことも書かれてました。 というかですねあのマンションもなかなか悪くないですね。あのアーケード、あの商店街のアーケードの続きのところにありますから、駅から一切ね、傘さ,ささずにマンションまで帰ることできますし、まあ、あそこやったら歩いて、さっきのライオンズマンションやったら歩いて7分ぐらいですかね、徒歩7分ぐらいですから、まあ、だから今回の物件ね、2万5000円の物件やけど、えっ、ー、とですね、歩いて4分ですから、駅の近さで言えばライオンズマンションより買ってるわけですよね。まあ、それ以外、買ってるところどこもないですけど。<laughs> えっとですね、 ほんで何でしたっけ他な何か言い忘れたことあったかなあ、ええー、とですね。 この朝日区っていうのは、えっ、ー、と、京橋に隣接した場所ですから、えっ、ー、とですねうんと、京阪電車に乗って、あ、ここ各駅停車しか止まらないですけどね、えっ、ー、と、この各駅停車しか止まらない千林駅から、えっ、ー、とですね、京橋までやったら7分220円ですね。7分220円で京橋に行けますし、あとね、最近話題になってる門間っていう駅は、えー、京都寄りの方ですけどこれあの千ここは林よりも京都寄りの方ですけど そっっちやったら、ね、12分円でで行くことができます最近、ド間って、えーとですね、ララポートね、アウトレットモールのララポートができたり、えーとですね、なんかコストコが来るとかなんとか言うとるじゃないですか、そういう、ね、便利なド、えー、間にも12分220円で行くことができます。だから、あの京橋は、ね、あの昭和の飲み屋みたいなのがいっぱいあって、まあ、おっさんが喜びそうなところじゃないですか。それに対して、ド間っていうのはちょっと洒落れな感じのところで、あの京橋にはほら映画館とかないけど、ド間にはねあの、アウトレットモール レッドモールのところに、えー、と新ししく映画館なんかもでできたたりしてるみたいですからねだからシャレたとこ、こ洒落た雰囲気に浸りたいなら門まに行って、昭和の雰囲気に浸りたいなら京橋に行くみたいな、そんな使い分けもできるみたいなというか、あとね、地下鉄今里線の清水駅ってところも今回の物件は、まあ、5、6分ぐらいで行けますから、それのやですね、ナンバーとかにも、まあ、なんぼするのかも <laughs> いちいち調べてないですけど、アクセスできるから、その辺も悪くないですよね。まあ、そんなわけでしてね、今回の物件ね、えっ、ー、と、 2万5,000円でちゃんとね。 えーと、なんでしたっけ洗濯機置き場もついてるというわけでして、えー、なかなかにいい感じですよね。ほんそんな、えー、とですね、建物自体はそらね、地区39年で古いかもしれんですけど、中は結構綺麗ですし、ほんでね、えー、と、商店街にもアクセスしやすいから、買い物も便利ですよと、ほんまにね、えー、と、庶民的で、えー、肩残らないね、いかにも大阪の下町っていう感じでね、下、下町ゃ下町っていう感じのところでね、安い値段でね、もうのんびり暮らしましょうっていう人 はまただから高齢者の方なんかにもねなかなかいい感じの物件なのかもしれないですね。そんなとこですねほんじゃまた